日韓共演のビッグニュースが届きました。日本ネットフリックスシリーズロマンチックアノニマスに韓国ビッグスターのハンヒョジュさんが出演決定しました。エンタメポンポコリン804。所属事務所の BH エンターテイメントは日本のネットフリックスシリーズロマンチックアノニマスにキャスティングされ、今月初めからクランクインしたと明らかにしました。同作はジャンピエール・アメリス監督のフランス映画ロマンチックアノニマスを原作とするラブコメディ作品で、君と100回目の恋、君の膵臓を食べたいの月川翔が監督を務めます。日常生活に不便を感じるほど臆病だけれど天才的な腕前を持つショコラティエが小さなチョコレート店に就職して巻き起こる出来事を描いたラブコメディとなっています。ハンヒョジュさんはこれまでに日韓合作映画天国への郵便配達に、日本映画ミラクルデビクロ君の恋と魔法、太陽は動かないなどに出演しています。昨年はムービングと独占2、見習い社長の営業日誌3に出演し、今年4月10日に公開されるディズニープラス支配主に出演します。相手役の小栗旬さんは2005年日本版花より団子に出演し、韓国ファンにもおなじみの俳優さんですよね。この他にもドラマ極戦、花盛りの君たちへ、踊る大捜査線、リッチマン、ブアウーマンなどのドラマや映画、クローズゼロシリーズで韓国内外に熱いファンを抱えています。2020年には第44回日本アカデミー賞で主演男優賞を受賞するなど、日本のトップ俳優としての地位を確立しています。どちらも演技派であり、数々の作品で高視聴率を出してきているお二人なだけに、期待はものすごく大きいですよね。これは楽しみな作品となりそうです。ご視聴いただきましてありがとうございます。ぜひ高評価、チャンネル登録もお願いします。